ね、せっかくサンタクロースの衣装、ね、これサンタクロースの衣装、モンタクロースって今せっかくね、これを着てるから、ちょっと皆さんにね、もうこの時期しか見れないこのくまモンのこの姿、せっかくなのでお写真撮っていただこうかなと思います。くまモンちょっと動きすぎ、動きすぎじっとしとって、OK、OK、 はい、はい、はい、OK、 じゃあ、今日もどちらから写真撮りますかい？なんとね、クリスマスの次
12月26日午後8時からくまモンのサンクマステージ僕らの麦カップかける10年分ということでね、くまモン誕生祭なんと YouTube くまモンチャンネルくまモン TV で放送されることが決定いたしました。くまモン誕生祭待ってたよという人どんくらいいますか？待ってたよってわー皆さんありがとうございます、ね、さあお待たせいたしましたね、くまモンも待っとったね。ね、くまモンこの間ツイッター見てもらった人はご存知と思います。動画のチェックしてきました。どうだったくまモン動画は？あ、よか的になっとるて、もう感動がね、感動していただけたらなと皆さん思います。どんな感じの内容かはね、少しだけ詳細に触れてるのがこのくまモン誕生祭2020検索していただけたらね、ちょっとだけ詳細が書いてあるかなと思います。よかったらね皆さん、この日26日午後8時から1時間ほどです、1時間ほど一緒に YouTube の前でくまモンのね誕生祭をお祝いしていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、これ大事ね、くまモン、もうドキドキしとるとね、最終的にどういう動画になるかはね、くまモンもワクワクしながら待っております。いやー、ちょっとね、いろんなあんなことやこんなことがあったからね、皆さんにどうやってね、アシストからね、OKOK、本番までの楽しみでございます。皆さん、ぜひね、YouTube のチャンネルの前でお待ちしております。さあ、そしてね、くまモン、クリスマスが来たら、もうね、あっという間に正月ですよね。正月飾りにどんどん変わっていきます。さあ、クリスマス期間中はね、くまモンまたいろんなことをやると思いますよ。よかったら遊びに来てくださいね。さあ、そしてお正月は何するかな、また書き初めから始まるのかな、ねえ、何から始まるかな、お兄さんもドキドキしております。こまもせなってね、やりたいことがたくさんあるね。はい、お正月もこまもやりたいことたくさんあるみたいですね。その前にクリスマスです。クリスマスも楽しく盛り上げていきましょう。はい、ということで、じゃあ最後、最後くまモン、最後は何をしていきますか？モモン、くまモン、よっ、モモン、モモモン、くまモン、ということでね、カモン、くまモンを最後にやっていきたいと思います。ありがとうございます。もっともっとです、もっともっと、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、ということでね、カモン、くまモン、こちらくまモン10周年の曲になります。さすがに皆さん知ってるかな、どのくらい知ってるかな、逆にちょっと知らないよって人どのくらいかな、カモン、クモモン、まだ知らないよっていう人、まだ知らなかったな、あ、もう正直に挙げてもらっていいですよ。はい、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。いやいやいや、なんで怒る。違う、まだ知らない人が来とってよかった、タイクマモン、虐待ね、まだ知らない人が来てるってことは、今日見てもらったらここの人たちはみんな手がどうなる、そうね、はい、次来た時上がりますということでね。はい、ちなみにもうカモン、クマモン完璧にコピーできたよっていう人どれくらいいますか？そう、いっぱいいるでしょ。みんなニヤニヤしとらすばい。